いやあ、説明ケース来たよ。箱庭のパート41よな、41よな。よし、行きます。前回のあらすじ。最多祭が堂々始まりました。あ、前回のパートまで見てくださった人がおるか知らんけどね。最多祭、文化祭ですね、始まりました。で、まあ、小鳥ちゃん、前回のパートは小鳥ちゃんのすごい可愛らしい顔芸を見せてくださいました。で、今回は、小鳥じゃないわ。コナミが、参加しとるグループの出し物、占いの館らしいです。で、これ見た通り、占いの館入るところから始まります、今回。館の中に入るまで10分ちょっと待たされた。あ、収録中ですけど、収録なんですけど、コメントはご自由にどうぞ。反応もしますんで、無料で占ってくれるということもあって、女子中学生の占いでも客は多いみたいだ。あ、他のところは金と呼んじゃ、ちゃんと当たるかもどうかわからんようなことやっとんのに。いや、そんなこと言ったら失礼かもしれんけどさ、どんな本読んでやんよんかな。うさんくさいような本読んどんじゃないだろうな。皆様ご来店です。あ、なんか久しぶりにひょうこちゃんの声だったらすごい、なんかちょっといつもの違う気がする。皆様ごめん。横に案内され中に入る。お、いらっしゃい。両人のことね。黒幕で仕切られた館の中では、コナミともう一人の女の子が、女子が、怪しげな道具が並んだ机の向こう側に座っていた。怪しげな道具ってなんだ。アイアンメイデンとかそのあたりか。え、なんだ、俺らこれから何されるん。あ、俺は占いは信じるとまでは言わんけど参考にするかな。なんつうかさ、ラッキーカラーを何とか言うたらさ、ちょっと意識するよね。それくらいかな。信じとるっていうわけじゃないけど、名前は確か中村だったはず。中村ね。今日の私は出た、小鳥ちゃんの今日の運勢どんだけみたいな。ことね、慌てすぎじゃよ。それを今から占うんだから。そうやな、占いの役だやけん。そうだった、天然さんめ小鳥ちゃん。へっ。あ、まだ治ってないんや。前回のパートがしゃっくり止まらんのよな。ナムさん、恥ずかしいところを後輩に見せてしまった小鳥ちゃんである。ほら、コナミちゃんだってどういう反応をすればいいのかわからない。うん、なんじゃそれは。ああ、いや、気にしないで。ふむ。しゃっくりのことを説明しだすと長くなりそうだったので、早速だが占いを始めてもらうことにした。コナミが占うの。いや、占うのはしのちゃんじゃよ。これしのって読むかな。わあ、コナミちゃん、女、友達できたな。しのちゃんって友達できたな。だって下の名前呼んでるもん。これは仲良くなったな。コナミちゃんにしてはちょっと一歩を踏み出したと見える。コナミに紹介され、1年生の中村しのが頭を下げる。あ、中村ってしのちゃんのことだった。しのちゃんって呼ばせてもらうな、俺も。よろしくお願いします。あ、礼儀正しい。こういうことをお付き合いしたいと凌介は思ってるかもしれない。よろしく。私は占い好きじゃが、自分で占えるわけじゃないからの。なんじゃそれ。なんじゃそれ。その点、しのちゃんの占いはすごいから期待してほしいのじゃよ。え、なんなん、その占い師ってやぶ、え、ちょっと待って、それちょっと危ない方向に行かないかな。なんつうか魔術的な、オカルト的な方向に行かないかな。しのちゃん、名前からしてちょっと可愛らしい清楚な子かなと思ったけどさ、もしかしたらあれなのか。ちょっとやばい方向なのか。親心が芽生える。親心な。確かにコナミちゃんの成長とか見よってなっちゃったら母性感じるね。じゃあコナミは何してるの。コナミは何してるのって。だからちょっとすごい毒吐いたな今。特殊効果だよ。そう言いながらコナミはトングを使ってコップの水の中にドライアイスを入れた。コップから煙がもくもくと湧き出てくる。あ、なるほどな、雰囲気出そうとしよんじゃ。そういう裏方的な感じやな。おう、それっぽい。雰囲気は大事だからね。だから普通の服着とんじゃ、占い案件。それではどちらから占いますか。涼介から。え、僕が先いいの。私はこんな言葉を知っている。残り物には福がある。使いどころ間違ってるような気がするな、僕はね。てかさ、後にやったって、まあ、先にやったって占いの結果は一緒だと思うんだけどね、小鳥ちゃん。
女の子の声が、あ、コナミちゃんの声がもう完全に目玉親父、あ、それ意識してますよ。目玉親父意識してますよ。前やよったら目玉親父の声でコナミちゃんをやってるからね。あ、はい。ということで僕から占ってもらうことになった。今突っ込むめんどくさになったろ今。では占います。お、なんかすごい BGM がちょっと敵関連の方に向かってるな。大丈夫かな。中村は目をつむり大きく深呼吸を繰り返す。そしてパッと目を開くとテーブルの上に置かれた水晶を凝視しながらうなり始めた。あ、うなり始めた。むー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 。しのちゃんのこんな姿は見たくなかった。ものすごい競争である。むーむー。やべえ。ベジータと戦いよう時の悟空でさ、あの海王拳3倍使った時の血の鳴り方みたいな感じになってる。女子中学生がこんな顔をしていいのだろうか。珍百景なんじゃ。なるほど、珍百景に出せるんだよこれ。グワー。やべえ、熟練だな。若手熟練師やな。どんな顔のコーナーか見てみたいよ。しのちゃん顔出てこんかな。見えました。お、そう、そっか、もう見えたことよりもさ、しのちゃんの顔の方が気になっとるな、涼介。絶対相坂先輩、あなた何か大変なことを抱えていて、それを仲間に隠していますね。やべえ、超一流だ。やべえ。中村しのちゃんじゃなくてさ、中村しのちゃんじゃなくてさ、中村しの先生にって呼ばせてほしいんやけど。しの先生、え、僕ジュース買ってきましょうかってなれば俺。え、確かに敵のことや小鳥の能力、その他いろいろ隠してはいるけれど。そうなの。お前も知ってるだろうが。仲間に隠すことは良くないと思う、涼介。お前にはよ、お前は知ってるわ。私に話すことは話して。だからお前知ってるっちゅうに。いやいや、小鳥のことだし。いいですか、アイスが先輩。え、うん、これからあなたに大きな出来事が起きるかもしれません。もう起きてるけどね、起きてるけどね。そんな時は全部でなくてもいいから隠していることを打ち明けて。仲間を頼るのも大切なことなのですよ。ああ、篠先生のありがたき お言葉です。隠していること打ち明ける。みんなに敵や子供のことなどを話すということだろうか。いやいや、話したところで信じてくれるかどうか。でも真剣に話せばみんなだったら信じてくれるような気もする。そう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 、そういう信じられないようなことを信じてくれるっていうのも友達かもしれんな。いや待て、どうした涼介。っていうか、この占いの内容って誰にも当てはまるんじゃ。誰だって誰にも言えない秘密の二つ、二つや二つあるに決まってる。大きな出来事があるかもしれない、だったらないかもしれない。うなみにするとこだった。そうか、そういうことか。とりあえず誰にでも当てはまることを言うっていう、あの詐欺師の手口だったんじゃ。騙されたー、俺騙されやすいタイプだー。中村、あの侮れないやつだ。なんだこれ。僕の占いが終わったので、小鳥を占うことになる。それが占いのコツですから。そうか、そうだったか。騙されたよ。では、行きます。さて、小鳥ちゃんの時は何て言うかな、このしのちゃんは。さっきのようにまた、中村は水晶を見つめながらうなり始めた。うわー。俺がさ、孫悟空の声出せるんだったら、それで当てとるとこだったな、今の叫び方。海洋圏3倍みたいな感じになりますな。見えました、ゴクリ。息を飲む小鳥に中村は真剣な顔を向ける。佐藤先輩、あなたは他の人にはない特別なことができる才能を持っているのかもしれません。なんでそこまで分かるん。え、
当たってる。ふふ。その力にあなたは助けられているけれど悩んでもいるでしょう。え？こくりこくり。いいですか、佐藤先輩。己の力を過信してはいけません。大切なのは努力です。努力？何を努力すれば？逃げずに考える、悩む、それも一つの努力なのですよ。え？ですから、もし力に悩んでいるようでしたら、悩むのも一つの道。そう思って頑張ってみてください。特別な力、それは主人公だから。その通り。え？うん。それではあなたの、あなた方に、こうが、こうでいいんかこれ。幸があらん、どっちこれ。幸があらんこと。そうか。努力か。はい、お疲れ様でした。え、ひよこちゃんってこんな声だったっけ俺。もうちょっとひよこちゃんが出てきてほしくないぐらいに、ちょっと、今日の調子が悪いぞ。占い師の館を出ると。二人は勢いよくひよこの手を取った。ひよこ、ちょっと急に何ですか。ここの占いはすごい当たってる。そう、すごい良かったですね。っていうか手を離してください。うん。はあ、何も。そういえば小鳥、しゃっくり溜まってるね。あ、本当や。本当だ。占いのおかげかもしれない。占いの、うん、占いでそういう効果があるんじゃ。すげえな。え、ここの占いすげえ、みんな広めよう。え、あのテレビの CM でさ、よくあるような感じでさ、ここの占いを受けたらしゃっくりが止まりました。で、下に注意マーク、個人差がありますみたいな感じが、個人の感想ですみたいな感じにしとってさ。そんなに万能じゃないですよ、占いは。占いすごかったな。うわ、やばい、私もあんな占い師になりたいなみたいな顔してるやん。ちょっと小鳥ちゃんが占い師やいる姿を思い浮かべたら、ちょっとな。ひよこと別れ、次の場所を考えながら外をうろつく。それ個人差あったら詐欺。そうかもしれん。小鳥はまだ占いに感心しているようだが、小鳥の結果にしてもどうにでもなるよな。才能があるかもしれないと言ってみて、相手が良くない反応を示したら違う話題を振る。もし相手がいい反応を見せたなら、そのサイトで悩んでいるかどうか聞き、悩んでいようがいまいが過信するのは努力が大事と言えばいい。努力のしようがない部類の採用のならば、考えたり悩むことも努力と言えばいいのだから、そうなってくるともうどうにでもなる。あー、結局は話術なんですね。占いで話術なんですね。そう思ってくるね、これ。とはいえ、ふふ。小鳥は非常に満足しているようなので、無垢なことは言わないでおく。無益か、無垢、え、まあ無垢だよな、無垢。コラミもグループの子たちとうまくやっているようでよかった。さて、自分たちの店の様子も見に行ってみようか。うん、そうしよう。焼きそば屋どうなっとうかな。ということで、進路焼きそば屋へと向けた。夏行き、伊豆行き、歩の3人で言おったな。あー、大野さん、ちょっと前世薬病神でしたよね。前世薬病神だったんじゃないですかね。うん、なんでおるんかな。いらっしゃい、いらっしゃい。ほら、涼介やってそんな反応しとる。はい、小鳥ちゃんも。え、自分たちのテントに戻ってくると、なぜか大野さんが店先に立っていた。おう、ルースケと小鳥じゃねえの、デートか。大野さんテンション高いな。いや、違いますけど。大野さん、何やってるんですか。なんだい、これは逆に来たよ、絶対出て。適当、今は絶対適当すぎる。今は絶対適当すぎるわ。そりゃ、わかりますけど。何か手伝うことないかって機会だからね。客引きやってもらってるのよ。おう、ボランティア精神か。この人変人だけど可愛いから、さっきから女の人が結構買ってくれてるのよね。うわー、あー、なんかイケメンやけど変人っていうさ、変人イケメンちゃうな。
残念なイケメンってちょっと本当ね、うん、モテる要因なんやろうなって思ってくる。商売繁盛ウハウハだぜウハウハか、そうかウハウハか、なぜいけ、そういうわけさ。まあ上手くなっているなが問題はないが、っていうか歩はあの着ぐるみこそ客引き要因でしょ。歩は看板持たせて学校中を歩かせているわ、は一番辛いところをいとこに任せるっていう伊月の陰謀ですな。ここ大野さんいるし、でかいのが 2体もいたら邪魔以外の荷物でもないでしょ言うよねこのままなら午後分も午前中に売り切っちゃうかもな。それは困る、私も売りたい。ま、たくさん用意してるし、そんなことにもなんないでしょ。と、一丁上がり。オッケー。せわしなく手を動かす二人、結構仕事できるメンバーなんやな。長いことここにいて邪魔になるのは僕たちの方かもしれない。じゃあ午後まで頑張ってね。あ、そうだ、歩夢見つけたらサボってないか確認してね。オッケー、オッケー、僕じゃあ。うん、わかった、あいつのことやけんな。もうどっかふらついとるに決まっている。じゃあね。大野さんは何がしたいんだろうなとりあえずさ、面白いもんがあったら手当たり次第に突っ込んでいくタイプなんだろうな。夏行きと大体一緒やな。いつになってもあの人の考えていることはわからない。中学生に混じって楽しいのだろうか。どうかしたの？大野さんってなんか僕たちと遊んでいるとき楽しそうだし、もしかして友達といない学生生活だったのね。うわ、それはさ、大野さんに失礼じゃないの？いや待てよ、大野さんちょっと頑張って友達作ろうとしとんかな、あれで。あ、だとしたら小さい頃学校生活の奥よとき友達おらんかったかもしれんな。どうなんだろう。そんなことないと思う。え、よく大野は高校時代の話とかしてくる。その話をしてるとき大野楽しそうだし。ふーん、あ、よかったなじゃあ逆に僕たちと遊ぶことで楽しかった高校生活を思い出しているのかもしれない。あの人って RCH の臨時支部にいるときもいつもあんな感じなの？うん。そっか、いつもあんなに元気などしたら呆れるのを通り越して尊敬してしまう。涼介、学校の中も見てもらいたい。うん、そうしようか。あ、大野さんはいい人やけんな、ああ見えて。残念イケメンやけど。最多祭開始から1時間経過、11時を回り、校舎内の人も増えてきた。最多祭が学園祭と違うところは、大人たちも出店側で参加しているということだ。そうやな、もうなんか地元の夏祭りみたいな感じなんだろう。だから場所によっては作りがプロ並みのところもある。もうガチ勢がおるんじゃ、大人にガチ勢がおるんじゃ。プロ雇ったんか、プロ。3階の多目的室を使ったお化け屋敷や、4階の音楽室を使った迷路などは生徒と大人が合同で制作を進め、かなりの出来になっているらしかった。どっちも混んでいるだろうから、行けるとしたら一箇所だろう。あ、これ絶対選択肢出るよね、選択肢出るよね、これ。お化け屋敷と迷路、行くならどっちがいい？よくわかんないから涼介が決めて。やっぱり選択肢来るぞこれ。うん、来たー、やっぱり来たー。セーブするぞ。多分枠の時間からして、前にもやったようにどっちかだけ見て、残りは動画に投稿するとき一緒にくっつけてのパターンでしょう。さてみんな、見ている人、どっちがいい？お化け屋敷と迷路、どっちがいいですか？お化け、了解しました。お化け屋敷、ご指名が入ったので行ってこい。お化け屋敷、よし、じゃあお化け屋敷にしよう。涼介、お化け屋敷暗い中からって言ってね、セクハラするなよ。ん、どうした？ああ、よかったよかった、びっくりした。あ、お化け屋敷怖いから嫌みたいなこと言うんかなと思ったな。お化けみたいなの戦いようのになって感じなんだよ、そうやったら。3階まで上がり、お化け屋敷とやってきた。人いっぱいいる。あ、プロレベルって言うんだけんな。
だね。結構待つかもな。どうしよっか、やっぱり違うところにする？うん、ここでいい。待つのは苦手じゃない。それならいいけど。小鳥がそう言うので二人で列に並び、順番が来るのを待つことにした。お化け屋敷って何？驚かす側の人がいて、説明しろと言われると結構難しい。まあ要するにね、お化けがポーンって出てきてたわーってしてキャーってなるやつですね。まあリア充に人気のやつです。ちゃんとご説明したところで、なんでそんなことをするのと聞かれそうだ。あ、この小鳥ちゃんのことやけん。まあ薄暗い迷路だよ薄暗い迷路だよ言っちゃった。よくわかんないけど、わかった。何がわかったんだろうまあいっか。それから待つこと10分弱、僕たちの番が回ってきた。はーい、2名様ご案内。凝りすぎだろ凝りすぎだろちょっと待て。え、一瞬にしてお墓に、夜のお墓に来たとかそういう話じゃない？えちょっと待って。え、時間と場所をワープしたとかそういう話じゃないあれちょっと待って本当にここは学校か？別世界やなこれ絶対別世界だろこれ凝りすぎでもほどがある。あ、でもよう見たらこの火の玉ちゃんと糸が見えとるなこれよかったよかった、別世界とかじゃないよな。案内されて中に入る。室内は暗く、怪しげな音楽が流れていて雰囲気ができている。本当やな、さすが大人が参加しているだけあって作り込みをしっかりしていた。大人どころかプロだよな。もうテレビでセットとか用意するタイプの人よなこれ絶対。どうすればいいの？全く怖くなさそうな声で小鳥が僕に尋ねてくる。よく考えたら小鳥にお化け屋敷なんて一番合わない出し物じゃないか。うん、化け物みたいな戦いようもんな。とはいえ引き返すわけでもいかないので進むことにする。とりあえず進もう。わかった。うわあ、ゾンビだったよ。幽霊じゃなかったんか。しばらく歩いているとゾンビに扮した誰かが急に飛び出してきた。わっ、びっくりした。あれ小鳥ちゃん、あれ小鳥ちゃん、あれ小鳥ちゃん、3回言ってみたけど、あれ誰？涼介の知り合いこんな知り合いおったら俺ちょっとさ周りで浮いとるわうん、知らない人だと思うけど。そりゃないぜ。クラスメイトに向かって、おいゾンビ役、ゾンビになれお前、ゾンビにゾンビ役こなせやお前いや前世はそうかもしれんけどな、今はゾンビですからね。え、ああその声田中、知らないよ田中なんか、知らないよ僕は。そう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 、言っちゃったやる気あるのか田中。あ、知ってる人だ。なんだお前ら、やっぱり付き合ってたの？違うよ。そんなことより、なんでそんな格好してるの？え、そりゃお化け屋敷だからだけど。顔色悪いけど大丈夫？ああ、いやこれは化粧で。大人なのに化粧してるの？芸能人？いやそれは。とりあえず進もう小鳥。え、小鳥ちゃんの天然は時として刃になりますな。しばらく歩いていると火の玉はゆらゆらと宙を舞い始める。え、小鳥はそれに驚いたのか一歩引き下げると身をかがめた。敵じゃないよ。まさか。まさかとは思うがこのポーズ。あー、敵だと思ってる。ダメダメ、違うから、違うから、ダメダメ。完全に臨戦態勢に入っていた。敵じゃないから、敵じゃないから。そう、ふう、危ない危ない。あ、出てきた。なんていうか怖かった？怖い？なんで？ああ、うん、ごめん、なんでもない。明らかな選択ミスだ。ああ、ちょっと落ち込んでると小鳥が何かに気づき、あっと声を上げた。
どうしたのって、あれは出た、歩む。おっと、ちょうどいいところだと思うんで、ちょっと今回はこの辺で。というわけで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。週明け。いやー、皆さん、迷路の時間がやってきました。僕、刹那圭介ではありません。迷路職人の刹那圭介です。どうでもいいや、この設定。はい、刹那圭介でやっていきます。迷路を選択しますね。キャス中にできなかった分ね。よし。じゃあ、迷路にしよう。こくり、あれ今回今ちょっと小鳥ちゃん出てこんかったな。いつも出てくるのに。あ、できた、今、死ぬって残像だみたいな感じで出来やった。迷路がある4階までやってきた。小学生たちに混ざって順番を待つ。迷路は知っている。そうなの。どうして？おい、なんかすごいやる気まんまな顔してるね。女がこの前、迷路の本を買ってきた。え？小鳥のために？いや、自分のためだって言ってた。大野さん、子供っぽい遊びしてるんだな、いつも。一人で迷路やりながら楽しそうに、ヒャッホーって叫んでた。最近の子供で百方位って迷路で百方位言うやつおらんような気がするんだけどな。すごくなりそうだったから、ちょっといらしてねってお願いしたのに、ダメって言われた子供だな。大野はケチ。何やってんだ、あの人。っていうか、迷路の本とか懐かしいな。中学3年生で懐かしいようなもんをやるからね。というわけで、迷路楽しみにしている。ああ、でもね、小鳥。え？大野さんのやっていた迷路と、やっていたような迷路とは違うよ、これは。どういうこと？大野さんがやっていた迷路って、指とか鉛筆でなぞるような迷路でしょ？うん。ここは自分たちで道を選択しながら歩いていくんだよ。おっ！って感じやな。よくわからねえ、分かってなかった。ああまあ、初めて見るけん、そうやろうな。とりあえず、入ってみたらわかると思うよ。うん。まずこと十数分、坊たちの番が回ってきた。2名様ご案内でーす。あれ君、あれお化け屋敷の方にもいなかったかい、この君。あの時男子生徒が。いやー、でもセリフが一緒やけんな。もしかしたらさ、男子生徒が女子生徒にさ、女装してきたかもしれんけんな。うん、もしかしたら2つのグループに掛け持ちしとってさ、こういう。もうデュアルでやいようかもしれんけどな。3回行ったり、4回行ったりで、ちょっと忙しそうやな。五輪中です。2年の女子に案内され、僕と小鳥は迷路の中へと足を進める。わあ、シンプルやな。マイクラでも作れそう。迷路は木の板で仕切られ、しっかりした作りになっている。さすが大人が関わっているだけである。あ、でもさ、お化け屋敷見た後のせいでさ、これでもさ、なんかすごい簡単に作ったなって思えてしまうよな。そんだけお化け屋敷の印象が強すぎた。お化け屋敷先に見るんじゃなかったかもしれないレベル。遠くから迷っている様子の子供たちの声も聞こえてくる。なかなか難しそうだった。結構、音楽室ってそんなに広いかな。ちょっと短い系の迷路のイメージがあるけど、これ見たら絶対音楽室広いな。俺の知ってる音楽室とは思えないぐらいの広さなんやな。私の知ってる迷路と違う。そりゃあね、今年の知ってる迷路の通りだったら、広い室内でみんなが迷路の本を読んでいるだけというおかしな光景になってしまう。そうじゃ、そんなもん文化祭でやったらな、文化祭でやるかってなる。よし、それじゃあ行こっか。うん。さて、分かれ道だ。どっちに進む？わあ、ここまで選択肢出てくるんだ。あ、これどうしようかな。これ両方とも見るために、これ両方とも見るためにちゃんとセーブしてます。よし、こっちだ。うん。どうなる？しばらく進んでいると壁に突き当たった。道は左に続いている。道なりに曲がり、まっすぐ進んでいく。また分かれ道。どっちに進む？そうだな、まだここは一旦曲がろうか。こっちに進もう。うん。決めた進路に進んでいく。
そのまま しばらく進んでいると壁に突き当たった。よかった、左はあるんで。右に曲がってそのまま歩いているとまた突き当たり、そのまま道に歩いていると、うわ行き止まりだ。道はそこで終わっていた。これで終わり？いや、さっきのとこまで戻ろう。こくり、結構楽しんでるな、この絵ちゃん。さっきのところまで戻ってきた。分かりにくい道になっているが、通っていない道は一つか残っていない。あ、これで選択肢拾ってきたわ。ということで、残された道に進むことにする。よし、こっちだ。うん。また分かれ道かよ。もういいよ。左選んどくよ。左選んどくよ。しかし、行き止まり。俺ら行き止まりにたどり着く確率高いな。これはあれか、運命的にこの二人がさ、障害にぶち当たるぞっていうのをさ、示しとるんかな。占いした後でまた占い的な直面やな。占いに直面したぞ。さっきのところまでまた戻ってきた。さっきからまっすぐばかりだな。ずっとまっすぐ歩いていればゴールなんじゃ。さっきあっちから来たから今度はこっちだね。残った道を小鳥と一緒に進んでいく。よし行こう。うん。しばらく道を歩いて、またか。手込んでそうやな。まずだろ、どうせまっすぐだろ。そうかな。小鳥ちゃん、そんな顔でそうかな言わないで。なんか俺かわいそうな目で見られてる気がするんやけど、小鳥ちゃんに。迷路を作った人を信じて進むことにする。しかし、くそー。しかもご丁寧に張り紙まで貼ってあった。人生特にはまっすぐ進むだけではダメな時もありますよ。元気があれば何でもできる。え、うぜえ。戻ろう。はい。ひどいなこれ。まだだー、来るかと思ったらまだだー。どっちに進むか悩んでいると小鳥が手を挙げてアピールしてくる。はいはい、佐藤さん、右に行くと廊下から遠ざかる。だからここは左。名推理だな。そっか、確かにさっきも右に曲がったから、ここで右に曲がるとぐるぐる回転するだけだね。そうということなので、左へと進路を向けた。鋭いね。そのまましばらく道なりに進む。2階曲がり角を曲がると、また分かれ道がやってきた。部屋の後ろを下から考えると、これが最後の分かれ道かもしれない。廊下からもうざわつく声が聞こえてくる。わあ、まだ来たよ。最後の最後で外したら俺すごいかっこ悪いんやけどさ、4回ぐらいやって全部外したことになるけんな。いや、どっちだこれ。やべえ、俺の中がカイジニみたいなざわざわになってる。どっちだ。まっすぐが、あ、右、え、さっきまっすぐで、ってなったっけ、右って言わせるところなんだろうけど、それは、あの、このゲームの作者さんの、意図で、まっすぐ。よし、まっすぐだ。うん。ということで、まっすぐ進んでいく。すると、壁に突き当たった。道は右に続いているので、道なりに進むと、ゲー。俺、クソやろ。まっすぐ進んでいく。そうするとゴールと書かれた輝かしい文字が。やった、ゴール。うん、俺は燃え尽きました。メラメラと。ふう、結構長かったな。ゴール、おめでとうございます。クソ野郎、これは多分上からカメラで見てさ、迷ってやんの、あいつが先輩迷ってやんの、プープープーみたいな感じで見よったんだろうな。クソ、悔しい。後輩に不甲斐ないところを見せてしまった。
廊下に出ると2年の女子が拍手を迎えてくれる。あんだけ迷った後で拍手されてもさ、ちょっと哀れみを込めとうような感じがして、ちょっとな。どうですか、メロ。え、楽しかった。まあ、小鳥ちゃんが楽しかったならいいよ。それは良かったです。言葉通り、小鳥は満足げな表情をしている。メロにして正解だったな。うん、俺のメンタル的には不正解だったな。大不正解だったな。これで大野に自慢できる。大野が遊んでいた方よりこっちの方がずっと面白い。まあね。それにしても小鳥ちゃんの今の顔は結構可愛らしかったで、こんな感じで、あのお化け屋敷の方と同じ展開になるんで、ここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。顔がえらい歪む占い師の女の子、凝りすぎて逆に引くお化け屋敷、屈辱的な迷いっぷり、サラダタイムを波乱続きですな。次回、客を集めている歩に密着、サボっているようなら芝生。